マダガスカルにおける稲の栽培は自給自足及び換金作物の両方にとって非常に重要である。マダガスカルの人口の大半は農業に従事している。農業は主に小規模営農者を対象としており、国家管理から自由化された部門へと移行するなど様々なレベルの国家組織を見てきた。米はマダガスカルの主要な生産物であり主要な輸出作物である。 主に中央高地の棚田に作付けされる。その他の主要な自給作物には、キャッサバ、トウモロコシ、サツマイモがあり、換金作物として、コーヒー、クローブ、バニラ、その他が輸出されている。家畜の中では、ゼブ牛が最も多く、豚、羊、カキンも飼育されている。漁業も盛んで、水産養殖の重要性が高まっている。マダガスカルでは、 森林伐採の割合が高く、マホガニー、エボニー、ローズウッドなどの貴重な木材外法に伐採されているため、原生林が脅かされている。伝統的な焼き畑農業と人口増加は、マダガスカル在来の非常に多様な植物賞にますます大きな圧力をかけている。マダガスカルの農業は、島の降雨量の影響を強く受けている。この降雨量は、一般に、 東海岸全体に多く、高地では急激に減少し、南部と南西部では年間500ミリメートル未満にまで減少する。主な生育期は10月から11月にかけての最初の降雨から始まる。作付けカレンダーは気候条件、土壌、標高などの条件で地域によって大きく異なる。1970年代のマダガスカル南部の サイザル農園2400万の農場があり、その大多数は小規模農家である。この部門は、平均して1.3ヘクタールを超えない農場、細分化された農場を特徴とし、多種多様な作物、広範な観光、伝統的な品種、限られた設備とインフラ、不十分な水管理で、家族を養うには、かろうじて十分な生産を行っている。農業生産は、 工作可能な土地の不足に制約されない。実際、4100万ヘクタールの農地のうち、年間350万ヘクタールしか工作されていない。残りの地域は、牧草地と森林となっている。考えは150万ヘクタール以上可能であるが、そのうち、約110万ヘクタールが何らかの形で考えされており、広範な地域で復旧と投資が必要とされている。 食料作物の生産は、栽培面積の約75%を占める、最も重要な農業部門である。南部及び南西部の一部の半乾燥地域を除いて、天水及び灌溉システムの両方で、全国134万ヘクタールを占めている。他の食用作物には、トウモロコシ、キャッサバ、ソルガム、豆類、落花生、サツマイモ及び多種多様な野菜が含まれる。 キャッサバは干ばつに強く、病気にも耐性があるため、小規模農家のリスク軽減戦略の重要な要素である。キャッサバ、さつまいも、トウモロコシは、はざ回の主要なカロリー源である。落花生は、ほとんどの場所で、砂出土壌で栽培され、家庭の食事と収入に重要な貢献をしている。主な換金作物は、麺、バニラ、コーヒー、大地、胡椒、タバコ。 薬科生、サトウキビ、サイザル、クローブ、イランイランである。一般に、小規模営農者の生産と収入の水準は、土地保有の不安定、農業生産物の組織化の弱さ、低強度の投入剤の使用、定期開花、および土地劣化による土壌生産性の低さを含む、複数の負の要因の組み合わせのせいで低いままである。それにもかかわらず、米の生産量は、 工作面積と収量の増加によって1990年の240万トンから2009年には400万トンに増加した。伝統的な農法は人口密度、気候、水供給などによって民族や地域によって異なる。最も集約的な工作形態は人口密度が最も高い中央高地の別レウ族とメリナ族の間で行われている。 全く逆の事例が、南部と東部での広範囲な焼き畑方式と移動工作である。東海岸の森林地帯では、別ミサカジ人とタナラ人も可能であれば、考え根栽培を行っている。しかし、土地利用の主流は、タビーと呼ばれる焼き畑方式による添削である。小さい木や藪は切り倒されて乾燥し、雨季の直前に燃やされる。伐採地には通常、 マウンテンライスとトウモロコシが植えられる。2、3年耕作された後、畑は通常は休耕田のまま放置され、サボカと呼ばれる二次植生に徐々に覆われる。10年から20年後には、その地域は再び耕作されるかもしれない。焼き綿方式は森林などの植生を破壊し、侵食を促進するため、違法とされている。その代わりに水田を準備した耕作者には、 政府の援助が提供され、タビーを行う者は罰金を課されたり、極端な場合には投獄される。罰則が課されているにもかかわらず、そして林業の業者たちが非常に残念に思っていることにも、かかわらず、タビーは続けられている。水田工作者であっても、その傍らでタビーを行っていることが多い。タビーの収穫周期は、考えされた稲の場合よりも短く、 何世代にもわたる経験によって、それが、約3年ごとに起こる干ばつに対する数少ない、保険の一つであると認識してきた。さらに、急峻な斜面や不規則な豪雨のため、手頃な価格で、制御可能な灌溉システムを維持することは困難である。同様の移動工作体制は、最南部と南西部の乾燥した人口の少ない、地域で行われている。乾燥したヤ部や草原を焼き払い、 乾燥に強いモロコシやトウモロコシを灰の中に巻く。しかし、アンタンドロイ人とマハファリー人の居住する地域の一部では、キャッサバ、トウモロコシ、豆類、モロコシなどの主要な食料は、村々の周囲の池垣に囲まれた、高級的な畑でも栽培されている。日型での乾気の工作は、西海岸や南西部で多く行われ、バイボホと呼ばれる。作物は、雨季の間に、 水が最後に上昇した後に発種され、収穫後に新しい中積堆積物が自然に土壌を補充する。ライマメは、タバコ及び多くの新しい作物と共に、マンゴキ化ワ水系デルタでこのシステムにより栽培されている。別入れウジンはおそらく伝統的な稲作農法に最も効率的に長けている。中央高地南部の休憩者地に広がる狭い地に水田を作り、 インドネシアやフィリピンを思わせる複雑な風景を作り出している。灌漑システムは利用可能な水をすべて利用しており、狭い用水路をかなりの距離で流れている。水田によっては面積が数平方メートル以下のものもある。灌漑できない地面だけは乾燥地作物の栽培に充てられる。イリゲイテッドライスフィールズカレクターイズ。 マッチオブザ・セントラル・ハイランズ・オブ・マダガスカル中央高地の一部では年2回の稲作が可能であるが同じ区画ではできない。別イレウジンは異なる時期に播種できる様々な地場産の種類の作物を用意し灌漑を利用して寒気にいくつかの品種を栽培し、雨季に他の品種を植えようと待つ。典型的な別イレウジンの村の周辺の畑は しばしば臨作の異なる段階にある小さな区画がチェッカーボードのようになっている。臨作は灌溉システム及び排水路の修復と長い柄の隙または桑を用いて行われる畑起こしから始まる。その後、給費や肥料を畑に巻く。肥料や人工肥料の供給が制限されている場合は、箸床のみを施肥する。肥料を与えた後、家族や、 近所の人たちが一緒になって、場合によっては牛を使って、お祭りのように畑を踏む。時には、畑踏みが畑起こしにとって変わることもある。稲の種子をばらまきする場合は、踏みつけと同じ日にすることもある。先進地域では、保護された苗床で苗を育て、後から移植する。メリナ人の稲作技術は、別イレオジのものに似ているが、通常はそれほど高度ではなく、 集約的ではない。メリな地域には土地が豊富な地域が含まれており、土地が広いことで、考えや棚田作りにあまり骨を折らなくても良いようになっている。米は依然として主要作物であるが、別量地域よりも乾燥地の種が多く栽培されており、丘陵地や草原での栽培が多い。アンバトランピー市場におけるゼブ家畜は広く普及しており、農村部の世帯の 約60%は、その収入を家畜に頼っている。動物生産は、後半の家畜飼育、豚及び家禽が中心となっている。主要都市の周辺には、近代的な養鶏産業も成長している。2008年には、家畜の内訳は970万頭の牛、200万頭の羊及びヤギ、140万頭の豚及び2600万頭の家禽であった。 全体として、食肉生産量は25万千トンと推定された。牛乳は53万トン、鶏卵は1万9千トンである。小分子は、水田の白柿をしたり、畑をしや荷車を引いたりする、農作業にも使われる。病気の罹患率が高いことが生産の増加を妨げる、主な要因である。例えば、入化する病は課金にとって主要で、普遍的な問題であり、 炭素病は牛に豚熱およびアフリカ豚熱は豚に影響を及ぼす。全体的に見て一部の産業を除いてこのサブセクターの生産性は低い。高地と海岸の両方で多くの農民は農業と家畜な保管として漁業を利用しているが原始的な道具や材料の利用と十分な保全がなされていないことが特徴である。マダガスカルは 漁業分野で莫大な潜在力を持っている。また、エビの養殖や水田、池、ケージでの淡水養殖にも大きな可能性がある。2008年の漁業、養殖業の漁獲量は13万トンで、毎年約3万5000トンの水産物が輸出されている。50%以上が欧州向けで、残りが日本、モーリシャス、アジア諸国向けである。 伝統的な畜産民族は、南部と西部のバラ族、サカラバ族、その他のグループで、ほとんど全ての家族が、ゼブウシを所有している。一般的な方法は、動物をほとんど自由に放牧させておくことであり、農民は牛を盗むという一般的な習慣に対して、ほとんど注意を払わない。また、乾燥した草を燃やして、飼料用の新しい植生を育てることにも慣れている。 牛は一般的に冠婚葬祭の時に飲みと殺されるが、その頻度は非常に高く、牛飼いの一人当たり食肉消費量は非常に高い。漁業は副業として川や湖、池の淡水魚で農業生産を補う農家に人気がある。おそらく年間創業閣僚のに3が自給のために消費されている。首都への輸送コストのために市場に出された魚の価格は、 他の国内消費者にとって、法外に高くつく。1950年以降、アフリカ大陸からティラピアが導入され、内陸部での養殖が増加した。多くの家族、特に中央高地では、鯉、ブラックバス、またはマスを育てるために魚池を設けている。しかし、水田で魚を飼育するには、高度な水管理と、ダイナマイト漁法、毒物汚染、 密漁に対する厳重な警戒が必要であり、慢性的な問題として残っている。東海岸にはエボニー、ローズウッド、マホーガニーの広大な林が見られる。2009年の伐採量は約2500万立方メートルであった。木材生産は自然林で行われ、そのほとんどが燃料と建設のために地元で消費されている。森林火災と違法伐採により、 森林面積はさらに減少しており、その割合は年間33万ヘクタールと推定されている。1984から85年の農業センサスでは870万人が農村地域に居住しており、これらの地域で活動しているオプションの65%が自給レベルで生活していると推定された。また、中央高地の考えな作地は0.5ヘクタールで、 あることが多いが、平均的な農場規模は1.2ヘクタールであった。国土面積5820万ヘクタールのうち、工作されているのは5.2%に過ぎない。200万ヘクタール未満が工場的に栽培されています。農業は輸出の80%近くを供給し、1993年の GDP の33%を占め、1992年には、 労働力のほぼ80%を雇用しているという点で、マダガスカル経済にとって極めて重要である。また、59万2千平方キロメートルの土地のうち50.7%が畜産を支え、16%が考えされている。政府は1972年以降、農業部門の大幅な再編を実施し、ラツラカ政権が発足した直後、500ヘクタールを超える、 土地を土地を持たない家族に譲渡すると発表し、1975年には50万ヘクタールの土地がこのプログラムのもとで処理されたと報告した。チラか政権の長期的戦略は、集団的な農業経営形態を創出することであったが、必ずしも所有権を創出することではなかった。2000年までに農業生産の約72%が農業共同組合から、 17%が国営農場からわずか10%が民会経営農場からもたらされることになっていた。この目的に向けて農業生産省は土地開発、農業普及、研究、マーケティング活動の分野で70以上の準州機関と連携した。しかし、これらの社会主義的な農村開発政策は1970年代に一人、 あたり農業生産工の深刻な減少をもたらし、1980年代の自由化政策や IMF、セギンの構造調整要求の中心となった。主食食料であり、主要作物である米生産の進化は、ラツラカ年によって悪化した農業生産に関連するいくつかの問題に対する洞察を提供している。栽培水田が年間3%以上拡大したにもかかわらず、 米生産は1970から79年に年間1%未満しか増加しなかった。さらに、急速に成長している都市部で販売可能な米の割合は1970年初頭の総収穫量の16または17%から今世紀後半には約11または12%に減少した。その結果、マダガスカルは1972年に 米の準輸入国となり、1982年までに年間20万トン近くを輸入した。これは国内総生産の約10%に相当し、都市部の消費者の需要にほぼ匹敵する。1972年以降、ますます直接的な国家管理下に置かれるようになった非効率的な農業供給、販売システムは、米生産の効率化と拡大を阻害する。 大きな要因となった。1973年から1977年まで主要な純農業機関の一つである農業生産物全国利益協会は多くの商品、特に米の収集、輸入、加工、流通を独占していた。1977年には各地で米不足につながる汚職事件が発覚し、政府が直接米の販売を担当することになった。 1982年、農産物公社新派は、農産物の流通システムにおいて大きなシェアを維持した。多くの小規模な順守機関に委託し、特定地域での販売を行っている。しかし、米やその他の商品の商業化の減少は続いており、輸送のボトルネックと生産者価格が公的な、流通経路を弱体化させていることを示唆している。 米の国内生産を促進し、外国からの輸入を削減するため、ラツラカ政権は1980年に一連の構造調整改革を実施した。これには、1984-1985年の米の消費者買い上げ価格に対する政府補助金の撤廃、1980年の進破による国家市場独占の解体などが含まれ、 218万年後半には生産量が1985年の238万トンから1989年の1985トンに9.3%と緩やかに拡大し1989年から1990年にかけては米の輸入量が70%と大幅に減少したが米の自給率は回復せず百九十二年には米の生産量は 工作地の約に39%を占め、ついで農業所得の40%を含む畜産物であった。1994年2月、サイクローン、ジェラルダがマダガスカルを襲い、ちょうど米の収穫が始まった頃、地球目標に深刻な影響を与えた。また、マダガスカル南端において1993年末に深刻な干ばつが発生し、 国連世界食糧計画の100万人に対する緊急援助が行われました。この WFP 援助は、その後、開発を促進するための仕事のための食糧プログラムに転換された。その他の食用作物についても、1985年から1992年にかけて生産量はわずかに増加しているが、 作付け面積及びおそらく消費量の点で2番目に、大きな食用作物であるキャッサバの生産量は、214万年の1985トンから232万年の1992トンに増加し、この間に、トウモロコシの生産量は14万トンから16万5千トンに、サツマイモの生産量は45万トンから48万7千トンに、 バナナの生産量は25万5千トンから22万トンに、それぞれわずかに減少した。バニラは、マダガスカルの主要な輸出作物の一つである。いくつかの輸出作物もマダガスカル経済にとって、重要である。コーヒー価格は1980年代に公共を、停止、コーヒーはこの時代の主要な輸出作物となった1986年には1億5100万米ドルという、 過去最高益を記録しました。コーヒー市場の価格は1980年後半から徐々に下落し、収益は1991年に2800万米ドルにまで落ち込んだが、1992年には5800万米ドルにまで回復した。綿価は伝統的に第2の主要輸出作物であったが、1980年前半の生産の大半は、 地元の繊維産業に吸収された。綿花の生産口は、1987年の2万7千トンから1988年の4万6千トンに増加し、再び大きな輸出収入の可能性を高めたが、干ばつと南西部での農業普及活動の停滞の組み合わせにより、生産口は徐々に減少し、1992年にはわずか2万トンとなった。 他の二つの輸出作物、クローブとバニラも1980年から1990年にかけて重要性が低下した。マダガスカルクローブの主要輸入国であるインドネシアは十分な国内生産があったために1983年に購入を一時的に停止し、マダガスカルに巨額の黒字を残しました。1987年に クローブの国際価格が急落したことに加え、市場の先行きが不透明で、クローブの本来の循環的な性質から、生産量は1991年の14,600トンの高水準から1993年の7,500トンへと徐々に減少した。同様に、インドネシアが主要生産国として国際市場に再参入し、 米国とフランスの二大市場で合成品の競合相手が台頭したことにより、1987年以降、依然として政府の規制を受けているバニラ産業も大きな財務的圧力にさらされた。その結果、バニラの生産量は、1988年の1500トン、1989年の1993トンという高水準から年には、 わずか700トンに減少したが、近年、バニラの復活が見られる。カカオは、北西部のアンバンジャ地域の主要な輸出作物でもある。天日干しされている魚。漁業部門、特にエビの輸出は、農業経済において、最も急速に成長している分野である。この生産は、経営不振のコーヒー、バニラ、クローブの取引で失われた収益と潜在的な、 構造的衰退を埋め合わせている。1988年以降、魚類総生産量は92,966年の114,370トンから1993トンへと23%近く増加し、その中でエビの輸出は極めて重要な部分を占め、4,800万年には1993米ドルの輸出収入をもたらした。 エビ業界の大手多国籍企業であるアクアルマ社の推計によると、同国の西海岸にある約3万5000ヘクタールの湿地への進出は、現在の6500トンから4000万ベイドルの収入を得て、7万5000年末までに4億トン近くになり、1990ベードルの収入を得る。水田での魚の養殖も進み、カニやマグロ、 ロブスターなどの水産物の輸出も増えている。家畜生産が制限されている理由の一つは、伝統的な家畜の所有形態が商業化を妨げてきたことにある。1990年初頭の牛肉輸出は、政府のマーケティング観光の不備、食肉処理施設の老朽化、重医療サービスの不備により減少した。約99%がゼブーウである。 1990年に国連食糧農業機関はマダガスカルには1030万頭の牛、170万頭の羊とヤギ、そして約2100万羽の鶏がいると推定した。マナンテニーナの西の地域における焼き畑、マダガスカルの歴史的農業の大部分は先住民によって営まれてきた。フランスの植民地時代は土地面積のほんの一部を乱し、 持続可能な林業のための有用な実験さえ含んでいた。焼き綿技術はマダガスカルの住民によって何世紀にもわたって行われてきた。焼き綿技術は工作方式の一部である。2006年現在、焼き綿法による主な農産物はゼブ放牧用の木材、木炭、層である。これらの観光は主として人口過剰の圧力のために、 フランス統治の終焉以降、土地の肥翼度におそらく最大の打撃を与えてきた。マダガスカルの乾燥落葉樹林はおそらく歴史的に人口密度が低く水不足であったために東部熱帯雨林や中央高地よりも外してよく保全されてきた。さらに現在の道路事情は人間のアクセスをさらに制限している。西部の乾燥林では若干の焼き肌活動があり、 森林被覆と土壌用分案量を減少させている。焼き綿は工作者を移動させて限界土壌から短期的な収量を得る方法である。休館期を中断せずに繰り返し行うと栄養の乏しい土壌は枯渇したり侵食されて非生産的な状態になる。マダガスカルの森林のさらなる保護は固有種の比率が非常に高いこれら多様な生態系の 保全を助けるであろう。スラッシュチャーへの転換は保存をかなり促進するであろうが、その後のバイオチャーも作物残砂のような対比化可能なバイオマスと混合して土壌に戻すと土壌にとって大きな利益となるであろう。これは地球上で最も豊かな土壌の中で唯一再生することが知られているテラプレタの創造につながる。8世紀の炭素取引市場は 炭が炭素の主要な隔離物であり、テラプレタが要求するように、それを小さな断片に埋めることが何千年も無害であるという最も効率的な保障であるので、創業者に直接的な経済的利益をさらにもたらすかもしれない。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物である。 米国議会図書館各国研究の次のウェブサイト http コロ、e、ンスラッシュスラッシュ lcweb2.loc.gov スラッシュ frt スラッシュ cs スラッシュ本文を含むありがとうございます。